ユーリア・セルゲーブナ・ミハーリチクは、ロシアの歌手である。ロシアのスター排出企画、ファーブリカズ・ブヨースト3出身。ユーリアの愛称で親しまれる。また、ファーブリカズ・ブヨースト3において、キロボルトアンペアというあだ名を付けられた。そのため、彼女のファンは、クバッカーと自称している。ユーリア・ミハーリチクは、1982年2月2日、ロシア共和国、レニングラート州。 スラーンチに生まれた。父のセルゲイ・ニコラー・ヤビチは、鉄道技師、母のジャンナ・オレー・ゴブナは、会計士であった。ユーリャは6歳で、音楽学校に入学し、声楽とピアノを学んだ。ユーリャは、学業において、秀いでた才能を見せ、幼少の頃よりソロを任されていた。11歳になると、ユーリャは、様々なテレビ番組に出演するようになった。主たる出演番組は、 サンクトペテルブルクから配給されていた当時の有名な子供賞、サマンタとゴーチャンネルのホラーラジオとテレビ番組であった。その後、ユーリャは各種の音楽コンクールで優勝を獲得した。2002年初頭、ユーリャはある青少年コンクールの音楽プロデューサーであるビターリー・ムカニャーフによってサンクトペテルブルクの主要プロジェクトコローネに紹介された。 ユーリャはこのプロジェクトのソリストとなり、いくつかの歌を書いた。2003年春には、サンクトペテルブルクにおいてユーリャは、21世紀のアイドルに参加した。このコンクールでは彼女は、受賞を逃したが、スウェーデンのグループ、6セットのプロデューサーたちと知り合うことができた。2003年5月、ユーリャは、銀メダルをもらって、学校を終え、サンクトペテルブルク人文科学労働組合大学の、 PR 学部に入学した。この時期、ユーリアは、サンクトペテルブルクのテレビ局 TNT で、青少年向け番組のアナウンサーとして働いていた。8月になると、ユーリアは、モスクワのフェスティバル、南の夜で開催された、音楽コンクール、ロシアデビューに参加し、そのセミファイナルまで進んだ。コンクール審査員の一人であった、アレクサンドル・シューリンは、ユーリアをこの年に開催される。 ファーブリカズ・ブヨースト3へ紹介した。このようにして、ユーリア・ミハーリ・チクはイチチャンネルのプロジェクト、ファーブリカズ・ブヨースト3への参加の切符を手にした。しかし、このことによって彼女は学業を諦めざるを得なくなった。というのは、大学学長事務局は、彼女がこのプロジェクトに参加することを歓迎せず、ファーブリカズ・ブヨースト3でのデビューの後、 ユーリャを授業の欠席を理由に退学処分にしたからである。ファーブリカズ・ブヨーストさんにおいてユーリャは自身の最初のヒット作となる鳥を発表した。この歌は聴衆の間で高い評判を獲得し、その人気からロシアの主要ヒットチャートゾロトイ・グラモフォーンのためのビデオクリップが制作されるに至った。ファーブリカズ・ブヨーストさんではユーリャは 第3位を獲得した。2004年秋には、ユーリャは、国立音楽会社プロデューサーセンターのビークトル、ドローブイシュと、プロ契約を結んだ。ドローブイシュのプロデュースの下、ユーリャは、ソロアルバムの準備を始めた。彼女の歌、氷とはこの年の11月に発表され、ラジオで盛んに流された。12月には、ユーリャはテレビ番組、肝心なことに関する新しい歌で、 氷と、お披露した。2005年1月には、音楽番組で、ブラジーミル・シェベリコフ監督による、氷とのクリップが放映された。2月に、国立クレムリン宮殿で開催されたコンサート、アルバーノ・カーリシとその子らでは、ユーレはアルバーノとのデュエットを2曲披露した。曲は、ムスリム・マゴマー・エフのレパートリーから、チェサラと結婚が選ばれた。その後、ユーレは、音楽賞。 ロシア語で歌う外国演劇のメロディーとリズム2に参加し、忘れなぐさでリッカルド・フォーティとデュエットを組んだ。2005年夏にはユーリャはラジオ番組で新曲白鳥を発表した。この曲もまたゾロ・トイ・グラム・フォに選出され、テレビ番組でも放映された。2006年2月にはユーリャにとっては最初のアルバムとなる冬が来たらが発表された。 アルバム中の多くの曲はユーリャ自身が作曲したものであった。また彼女自身によるピアノの演奏も収録された。9月にはユーリャはコンクール1チャンネルの5つ星でグランプリを獲得した。ユーリャはこのコンクールではソ連時代のヒ運ンの人気歌手アンナ・ゲルマンのレパートリー愛の小玉を歌った。ありがとうございます。